これ上げて、今上げました。うん。今上げます。今回は三回で麻酔効いたやつ、俺なしの麻酔買ってくるじゃないか。今これ。今もう入ってんの声。今入ってます。今は声入ってますよ、多分。はい。イプサム。イプサム。どこよ。家の木。家の木さん。今聞こえました。タイコッピは。えのきさんね、家のきって言っちゃった。家のきさん。はじめましてじゃない。よろしくお願いします。ゆるい番組です。はい。しかも GTR の。あ、チーンある。好きだね。じゃあこれ一応足すか。10秒前、9、8、7、6、5秒前、4、3、2、1。ポートリバースの人生はポーリバーク。なんか絵の使ってるじゃん。大丈夫やるか。あ、違う、そっか、俺バグは。おお鹿児島から聞いてます。おお、この番組では初め真面目ましてですギャグったのかな。鹿児島すごい。三井さん間に合ったって、はい、お疲れ様です。鹿児島大雨すごかったからね。鹿児島、九州、福岡、大雨だからよ。大丈夫だったかな。鹿児島はまだ大丈夫だったみたいに、一応は。熊本、天草らへんが、熊本かわいそうだね、ずっと地震から続いて。BGM は何か好き、ジャンルとかありますか。任した、アニソン以外。はい。ベロに口内炎ができて痛くてイライラする。イライラって言うんだ。うん、3回でやっと麻酔が効くって大変だな。ちょっと歯医者さん変えた方がいいんじゃない。タイコッピー、おばあちゃんの家が天草なんだ。ちょっと大変だっただろうな。地震も大変だし、このさ、自然災害はさ、もう誰も悪くないじゃん。そうですね。天才はもう怖いよね。でも実際さ、こうやって例えば300年前とか500年前とか1000年前とか、うん、もうこのぐらいあったのかなと思うさ、うん、こういうことでさ、このここ最近、ここ100年200年とかでこの、ね、環境が変わって地球をなんとかして、車とかもそうだけど、うん、そんな影響なのかねとかさ、いろいろ思ったりするよね。ミール、こんばんは。こんばんは。いや、あの台風さ、沖縄今年一回も来てないんですよ。ね、怖いよね。まだ一回も来てないよね。だから多分今から変な顔したらどんなかな。大嵐が来るんじゃないかなって。うん、そうそうそう、この時期でも来る。早い時は5月とかにあるよね、たまに。うん、で7月8月はもう夏休みはもう台風すごいっていうイメージかな。2個ぐらい重なってくるって。マイク上げていきます。はい、マイク上げます。ポートリバースの人生はポーリバーケツー。はーい、やってまいりました。おい、6月22日水曜日。はい、今週もやってきましたよ。第17回目おポートリバースの人生はポーリバーケツーの時間です。ゆっくり1時間お付き合いください。あのね、17回ってことは4ヶ月ってことですよ。4、16、4ヶ月放送してきたんだ私たち。はあ、キッサーありがとうね。FM ギノワン様様、ヒューマンステージ様様。あれ何回っけ、あの俺最初、うん、このあれ触ってたさ、うん、ガチャガチャしてたさ、あれ2回やった、うん、3回やった。2回3回か2回3回って、うん、2回2回
あの第1回目と第2回目は立野がミキサーを触って、うん、あっちだけがここのマイクのこのテーブルに座って、ね、こっちを見ながら喋ってたっていうさ。で3回目からあのキッスさんにお願いしてもらって、あれからもう早4ヶ月。すごいね、早いな。喋れるね4ヶ月、ね、早いよ。あっちはもうずっと一応あの喋りはドギマギしながらでも、うん、ずっと喋りはできるわけ。あ、そっか、うん、メガネのさ、メガネのレンズがないんだけど。今気づいた。メガネはレンズはないですよ。あメガネってレンズが絶対あるもんでしょ。あの目はちっちゃいんだけどまつげが大きいわけ。あっちだからレンズがあったらまつげがぶつかるわけ。どういうこと、天然でってこと。いや、あのつけてるんですまつげ。あ、ボンドでパミュパミュだ。ボンドでよ。パミュパミュちゃんたちは、うん、あれはエクステじゃない、あれつけてるのかな。違う、つけまつけ、違う違う、ま、そ、あ、それね、そう、つけまつけパチパチ、本人のまつげがついてるかついてないか分からんし。あのパミュパミュちゃんのつけまつげ見てても分かるでしょ、大きいさ、まつげ長いでしょ。あの多分ごめん全然分からん。つけまつげしてる 人は伊達メガネだったらレンズ外してるはずよみんな。じゃあ目が悪い人は、目が悪い人はもうメガネやるさ、レンズつけるさ、レンズにパラ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 当たるでしょ。かコンタクトじゃない。ああ、あとはあと一個理由がある。私ははい、鼻がちっちゃい、うん、鼻が高さがない、低い、あっちだからレンズがあったらもう目とレンズがぶつかるぐらいの勢いだわけ。あっち、あのちっちゃいの鼻だけじゃないからさ、あの全部か、態度、全部、態度もちっちゃい、態度はでかい。態度死にでかい。すいませんね、もうこれは生まれた時からの態度でかい、態度がでかいって言われてる。そっか、泣き声で病院で一番大きかったって。は、病院で泣き声が一番大きかったって。泣き声で病院が一番大きかった。何産婦人科それ。いや多分それはあの泣き声が一番大きかったんだろうなっていう今自分は思う。うん、あの生まれた時はちっちゃかったけど声だけは大きかったんだろう。昔からおしゃべりだったの。うん、そうでもない、そうでもない、でもおしゃべり好き。昔は人前に出るの嫌だった。だけど今昔はあの喋ることをあんまり躊躇してた。人の様子ばっかり伺って、うん、あこういあこれ言ったらあって言われるのかなとか、うん、嫌な顔されるのが嫌で、うん、あんまりおしゃべりは得意な方じゃなかったっぽい昔は。今デジおしゃべりさ、でも年取って人に喋らさんぐらい食って入るぐらいおしゃべりさ。だってさ、いつ死ぬか分からんさ、喋っとかんと、喋っとかんと、喋っとけ、歌っとけだよ。世に何か残しとかんと言葉をね。そう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 、そういうことか。あの溜めてたらストレスになるから、ストレス日々いっぱいありますよ私は、はい、あるけど喋、うん、ることによって歌うことによって発散されるっていう、この、 あの松田聖子さんが言ってた。なんて、私は歌ってるから元気でいられる。そうそうそう、会いたくて、そうそうそう、その松田聖子さん、うん、うん、松田聖子さんの娘さんなんだっけ、さやかさん、さやかさん、うん、松田聖子さんって初めて言ったかもしれない。神田正輝さん、元旦那。さやかさんね、子供は。舘ひろし、舘ひろし、でもなんか連想ゲームみたいになってる。あ、そうなの、あのなったっけ、石原軍団。そう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 、石原軍団、違う、そういうことじゃなくて、はい、だから松田聖子さんが言ってたわけ、歌うことで、うん、私は、うん、あのずっと元気でいられるって。あのなんかその言葉はまんまパクってるってこと。パクってるじゃない、別にパクリじゃないです、あの本当にまさにそうだなって思うわけ。あ、思ってる、うん、年を取るごとに喋るなんか言葉も増えてるって、いらない言葉も。でそれはあちが、あち自身いらない言葉さ多いよな。多いよ、俺たち多いな。でもあの閉じ込めるより飛び出した方がストレス発散になるから、うん、しかもラジオの電波に乗せて無駄なことを結構喋ってるよね。そうだね。いやでもそれでも聞いてくれてる人たちがいて、笑ってくれる人たちがいたらいいんじゃない。うん、いい、私たちの歌も聞いてくれて、それはそれは嬉しいよね。17回もやって思うこと。本当よ、なんかさあの、うん、これってユーストリームで保存されてるさ、うんうん、あの歴代のやつを見て、うん、何回目が良かったみたいな、なんか本当は欲しいね。何回目のあれ、
あ、何回目の時のあのトーク、うん、良いみたいな。そうだね。今日からは、うん、あのほらラジオ聞いてる人には分からないけど、はい、音だけではね、はい、声だけだから、あのツイキャスとかユーストとかを見てくれてる、映像を見てくれてる人たちに、うん、あの面白さを伝えるために、はい、CM 中というか、はあ、このスタジオの中で踊ってもらおうかなと思って。待って待って、踊ってもらおうかな立つの2位でしょ。そうなんで俺今さ暑いなと思ってるわけ。なんで暑いから。夏ですよ、そりゃ暑い。梅雨が明けて夏真っ盛りの沖縄、それは暑い。あ、クーラーの位置変わった？ここ変わってんよ。変わってないか。なんか大きくなったみたい、上等。うん、前からこれか。あ、そういえばさ、全然話変えていい、うん、今こうクーラーで思い出したんだけど、どうぞ。今トイレあれが流行ってるよね。うんうんうん、シンクタンク。シンクタンクだった。なんでシンクタンクって。シンクタンクだった、なんとかタンクみたいな、あのなんちゅうの、足元がトイレの足元って元々のやつってキュッてなってるさ、うん、スマートになってるさ、うんうん、今のやつさスマートじゃないさ、寸胴さドフッて。あ、そうなの、わかるかな。全然座って、うん、足がこの内側に入らないわけ、まあ、なんていうのあるわけ。あ、わかるっていうのが流行ってるの。流行ってるって。ちょっと前に電気屋さん行った時になんか流行ってますって、うん、エレベーターに貼られてた。で今これ思い出してあのドーンっていうのが流行ってるっつって。クーラーからのこのつながり、今のシンクタンク、うん、白物家電。あ、そうなんだ。はい、連想ゲーム。白物家電。ブランコ。は？白いブランコっていう歌があるの分からん。全然分からん。はい、というわけでね、はい、こんな感じで、今日このタンクレス、今ツイキャスでさ、えのきさんが初めましてだわけよ、はい、こうやって初めましての人もいてくれて嬉しいね。あ、いいえ。で、ありがとうございます。こういう感じでゆるいトークなんですが、優しい耳で聞いてくれたらいいなと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。あ、何、なんで急に。あ、そうそう、ごめんごめん。そして、今日も皆さんからのメッセージ受け付けております。い、今日のメッセージテーマは好きな偉人。偉人、あの歴史上人物ですね。うん、好きな偉人教えてください。好きな偉人俺いた。うん、後で聞きます。はい。で、お悩みがある方はお悩みもメッセージお待ちしてます。そしてスポンサーも募集中です。スポンサー企業様ね。今ヒューマンステージがあのスポンサーでついてくれてるんですが、はい、ヒューマンステージしかいないので20回ぐらいやったらもう終わっちゃうかもしれない。ポートリバーズの人生ポリバケツ、皆さんスポンサー絶賛募集中でございます。よろしくお願いします。はい。はい。メールアドレスは797@fmgino1.com。メールアドレスは797@fmgino1.com。ユーストリームとツイキャスも同時配信してますので、たくさんのツイートお待ちしております。この番組は、ギノワンヒューマンステージの提供でお届けいたします。はい、OK です。てか暑くない？今日俺全然暑いんだけど。そのまま踊る。ボーイミーツケン、それぞれのボーイミーツケン。はい、そっちに、うん、お願いします。お願いします。カメラの位置、勇気忘れてる。ああ、いいよ、俺がやる、俺がやる。あ、あっちが言うよ。こっちで。あ、来ました。あ、来た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 。後ろに下げればいいのかな。はい、残り10秒で終了します。8、7、5、8、6、入りました。5秒前4、3、2、1。ポートリバーズの人生はオリバーケツ。はい、6月22日17回目の人生ポリバケツ。あのね、先週と先々週2週間連続私たちゲストいなくて、2人でくだらないトークを1時間やってたんですが、ゲストいなかったら寂しいね。寂しい、寂しいな。今日はゲスト来てくれてますよ。
イエイエイ。じゃあそれぞれの声で自己紹介お願いします。はじ、い、めまして、スクガラスのボーカル香里です。よろしくお願いします。香里イエイエイエイ。ギターやってる内田です。よろしくお願いします。イエイ内田さん、この番組に初めましてだね。おお、スクガラス、ありがとうございます。来ましたよ。ようこそ。おはようございました、うん、スクガラスとはね、いろいろ縁があってね。そう、名護でもライブしたし、オーディションも一緒に受けたし ね、 したね。一緒に落ちたしね。一緒に音楽音市場では2回ライブ、うん、2回ですよね。おー、すごいね。そうそう、なんか香里ちっちゃいのに超パワフルでお前かっこいい。そのままライブ、スクガラスのライブかっこいいよね。ああ、かっこいい。志田さんのギターも すごいしよ。感動した俺。口がポカーンって開いてしまうね。すごすぎて、すごいみたいな。もうあれだもんね、ライブちょっと香里死ねーとか言いそうだよね。あ、言いそうです。あ、お前死ねーとか言ってそうそう、ちょっと言ってしまうかもしれない。ド M な男でたまらないところがあったんだ。あれはそう、今ツイキャスとユースとも同時配信してるんですけど、はい、香里さんよろしくお願いしますって。よろしく、どうぞ。ビーさん、タイコッピさん、名古屋からスクガラスさん、こんばんはって。そうそう、これ今映像も映ってますのでね。動画がね。そう、ボーカルの香里とギターの千田さんですよ、皆さん。スクガラスって名前の由来、うん、気になる、気になる。まあいっぱい聞かれると思うんだけど、前は、うん、あのちょっと横文字の、うん、ちょっとしゃれた感じの名前だったんですよ、うん、ちょっと長かった。なんて名前ですか。前はシルフビークリアっていう。シルフビークリア、はい、シルフビークリアって造語なんですけど、うんうん、でそれだとちょっと覚えづらいねっていう話になって、うん、じゃあ改名しようってなって、うん、思い切ってなんか名前変えようっつって、うん、そこで千田さんが、うん、はい、まあ、スクガラスって名前出したんだけど、うん、スクガラスじゃなくてスクガラスみたいな、うん、ちょっとあのスクガラスではないスクガラスちょっとカッコつけてるぐらいの。そう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 、ちょっとだからその改名したばかりの頃は、うん、ちょっとステージで言うのちょっと恥ずかしかった。スクガラスですみたいな。県外の人だとあんまりなんかね、そんな馴染みないから。そっかそっか。あのスクガラスが好きなんですか。いや、あんまり食べないかな。 あでもここは好きって言っときましょう。スクガラスの会社と何か。ああ、そうそうそう、CM とかね。そうとか、ね、これどっちかといえば仕事で作ったりするのが。あ、そうなんですか。のせる方だけ。へえ、そうなんだ。豆腐屋さんですか。豆腐にのせるやつよ、食べる人のために。あ、ちっちゃい魚知ってるよ。だから今聞いたさ。違う、のせだから豆腐屋さんですかって聞いたっていう話。それをね、全部切ってからのせる方。全部切ってから。何屋さんだよ。みんなスクガラス豆腐とかどこで食べる。あ、居酒屋とか。そうそう、そこに。そういうことか。料理してるってことですか。そうそう、すごい注文ってことだ。すごい。あのうちの実家の冷蔵庫にはスクガラス常にありますよ。ありがとう、ありがとうございます。お父さんがめっちゃ好きで、でほら子供の時はこれ瓶に入ってるこのちっちゃい魚たちなんかなって思うさ、いっぱいね。でお父さんがお酒飲みながら島豆腐に乗せて食べてるのを見てて、でも子供の時は美味しくなかったわけ、でもお酒飲めるようになって、あ、めっちゃうまいと思って。しょっぱさが、そう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 、なんかあれ普通にパスタとかに置いて食べるだけでも美味しいし、塩辛いから、アンチョビ代わりに作ってめっちゃ好き。あれ俺だからそこからさ、取ってた、撮ってたんです、僕、昔、20歳ぐらいの頃、ザマミでダイビングの仕事してたんですけど、その時に、ちょうどこの時期だ、昨日とか今日とか一昨日とかだと思うんですけど、今、この6月の大潮の日、満月、昼間、潮が引くんですよ、引いてるけど、水が残ってるところにすくって、ちっちゃい魚じゃないですか。めっちゃでかい黒玉になるわけさ、10メートルぐらいの、そうなの、黒玉になってクジラみたいにおーって動いてるわけ、みんな、そうそう、これが浅瀬に来るわけ、でそれを追い込み漁っつって、網持って追い込んで泳いでバタ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 ってで取るっていうのを NHK で放映された昔。そうなの。昔へー、だから NHK 見た人は俺ダイビングの仕事してないと思ってるわけ。おー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 、あー、なんで立つの漁師になってるすごいさーな、みたいな話。
スクガラス6月の満月になったらこんなチンピルが10メートルになるってこと？はあ濡れてね、あめっちゃ濡れて10メートルぐらいのガーッと、びっくり、満月終わったらまた縮むのかなと思った。10万匹ぐらいあ、そういうことか、めっちゃ取れるんだ。じゃあその時がだけがもうすく量のなんかあれなんだ。そうそうそう、もう一気に取るらしいですよ。あれ何の子供でしたっけね、何かの子供、アイゴ、アイゴ、アイゴか、アイゴか、カエとか、カエとかですね、英語とかですね。子供なんだあれは、スクちゃんは。出世魚なんだよね、名前が変わるんだよね。そうだそうだ、あ、そうなんですか。出世魚っていうのかな、これ当たってるのかな、ちょ、なんか呼び方が変わる、あのブリとかみたいなやつだ。あ、そうそう、ブリとかも変わってきますよね。あ、子供はなんていうの、ブリは。わからん、プリとかじゃない、かわいい。そうなんだ。でもてっきりこのスクガラスのメンバーの皆さんは好きなんだろうなと思って。でも狂気にね、はい、ちょっとおふざけでつけた名前でも覚えやすいって名前でも覚えやすい。これカタカナですか。カタカナで、カタカナ、あ、じゃあスクガラス、スクガラスって感じ。英語ではないやつですね。英語、この外人さんのこのライブハウスでやったら、このスクガラスをグラスに変えちゃうんだよね。あ、スクグラス、ちょっと発音いい感じ。違う違う、あ、スクグラス、スクグラス、スクグラスってちっちゃいんでしょ、多分これぐらいでしょ、一匹がちっちゃいから、じゃあスク食べようねみたいな、みたいな。いいね、スクガラス。でも、はい、インパクトがでかいから、うん、みんな一回聞いて忘れない名前だからね。本当ですよね、うん、スクガラスってない人がね、うんうん、音楽やってない人が覚えてくれるから、あ、一番いいですね。確かに確かに。ちなみにもう最初の名前忘れたしね、だからあ、横文字、ね、スクガラスインパクトあるはず。スクガラスさんメンバー何名ですか。5名です。5名、私とあとギター2人でベース、はい、ドラムって感じで5名編成で。何年結成してどれぐらいですか。結成して3年ぐらいで、あ、うん、そんなもんなんだまだ、うん、へえ。じゃあそれまではそれぞれが別のバンドでもやっててみたいな、うん、この結成のきっかけというか、結成のきっかけは、うん、なんだ、もともとのバンドがね、あったバンドに香り入ってきてって感じ で、うん、で名前変えてのって感じで、うん、なんかメンバーがちょこちょこ変わってで今が、その千田さんのもともとのバンドはもともと女性ボーカルだったんですか。俺自身は女性ボーカル 99%、うん、ずっと。今千田さんが歌ってたらいいな、ちょっと面白いなと思ってた。千田さん歌ってるのちょっと見たいかもとか思っちゃった。見たことあるね。一時期歌った時が、あ、そうですか。そうなんだ、すごい、 99% 女性ボーカルなんですね。すごい、高校の時からも、初めてバンドやってからもほとんど。あ、そうなんだ。なんか自分が前のホイフェスタっていうバンドの時も、うん、リーダーがキーボードだったんですけど、うん、もう女性ボーカルとやった方が楽しいっていうか、あの 女性ボーカルとの方がなんかメロディアスな曲とか、やっぱあの男の中に女一人っていうこの形が好きだったみたいで、もう女ボーカルばっかりでやっていきたいっていう、そういうなんかこのなんだろう、自分の思いみたいなのを語ってたけど、そんな感じですか。近い、まあ、その 0.1% のところが男性ボーカルやった時に歌いにくいって言われて、あ、キーが高いとかじゃなくて、キー変えてもなんかやりにくいんだよねって言われて、あ、なんでなんすかね、なんか、それさ、人間的相性の問題じゃないですか。いやでもすごいね、そこでスクガラスで香りが入って、はいはい、スクガラス、いつの間にかスクガラスになりました。あ、楽しいね、楽しい。ページこれメンバーはみんなチリチリバラバラ、どっかチリチリバラバラでしたっけ。そうそうそう、千田さんとか沖縄市、沖縄市、茶壇とかですけど、うん、私名護から、うん、そうだよね、名護に今住んでるんだよね。前だから名護で一緒にライブした時に、そうだよね、そう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 、地元も名護、地元は女村なんです。うん、女村、村民から市民へ、うんうん、でも、うん、ヤンバル前名護でライブした時飲んでたもんね。飲んでた、飲んだ、ね、ポトリバーズ南以外飲んでないからね。そうそうそう、もう南は
かおりちゃんが飲むんだったら俺飲むから飲んでた飲んでた楽しかったかおりちゃんファンだからね本当よあの時は初めてちゃんと話しました、うん、南くんと、うんうんうん、今まで あれ南くんだなとか思いながら、うんうん、昔から知っていたけどこれ聞いてるかもよあ聞いてる、うん、だから今日、うん、あのスクガラスだから、うんうん、これバーって言ったけど、うん、俺ちょっと忙しいとかなんとか言ってただの恥ずかしがりだと思うお酒飲んだらテンション高くなって喋るんだけど普段は結構シャイだよね南が最近浜田岳に見えてさもう金太郎金太郎ね金太郎にしか見えなくてそうだ、ね、ちょい見るんだよなテレビでいやねスクガラス今日はあの、うん、告知で遊びに来てくれましたよ、はい、はい、いいですかそうなんです実は来月 CD を出すんです、うん、イエイイエイおー見えるかな確かに持ってからこれ見せるじゃあはいお願いしますこれ見せよねおおあざすあざすそう7月1日金曜日にリリースいたします、うん、その名もじゃんレッド見えない、うん、レッド&ブルーっていうタイトルです7曲入りになっております、はい、そうなんです初のファーストアルバムになりますイエイ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 動画ありがとうございますそう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 記念すべきアルバムですね記念すべきアルバムができましたずっとずっと作っててやっと出せました、うん、何ヶ月ぐらいかかりました何ヶ月どころじゃないですあびっくりするかも引く引くどういうことどういうこと引く2年2年そうなんやかやで2年はいですね、だって結成3年で、はい、あそっかほそうですねあいろいろなんかちょっと遅れる理由もあったりしたんだけどそうそうそうみんなの都合を合わせながらそうそうプリプロからいろいろ練っていってそう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 あじゃあもう本当にやっとこさです大事な大事な1枚だ、うんうん、そう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 おいいねでもさ2年かけて出来上がったってこうなんか一番最後にもう一回聴いたらこの一番最初にレコーディングした曲とか、うん、またちょっと撮り直そうって思う気持ちになって、うん、ありますよねありますけど、ね、でもこれはもう、ね、それはもうそうだよねあーすごい楽しみ、うん、はいそれを7月1日そうそう7月1日金曜日に、はい、もうすぐだよ来週来週再来週もうすぐだ来週か来週 だ, 来週だこれはCD ショップに行けば、はい、そうですね沖縄県内の蔦屋各店さんとかあとはもうそういう CD 取り扱ってるお店などなど、はい、でもし県外の方だったら、うん、Amazon さんとか各店さんとかそういうネットでも買えますので、うんうんはい、Amazon は送料無料だあ、そうですですよね、うん、いいよね超いいな、うんうんうん、へあ欲しいこれ そしてこのレッド&ブルー発売、うん、記念して、うん、レコ発がね、はい、ありますねありがたくレコ発を開催いたします、はい、9月3日土曜日に、はい、宜野湾のヒューマンステージで行いますで、オープンが18時でスタート18時半、はい、で、前売り1000円当日1500円、うん、でこのメンツがまた面白くって、うんまあ、我々スクガラスもなんですけど、うんスケロク、うん、シノブトリストリッパー、はい、鉄カブト、うん、笑う月といういろんなジャンルをごちゃ混ぜに入れたすごい、ね、イベントになってます鉄カブトもいるんだよそうですメタルもあるしブルースな感じもあるし、うんうん、スケロクは前名古屋でも一緒にやったしねそうそうそうはいすごいね面白そうね面白いイベントなのでぜひぜひ9月3日土曜日、ね、2ヶ月ぐらいありますけどもあ、うん、3ヶ月か3ヶ月ある2ヶ月半ちょぐらい死ねーとか言うんだろうなこれレコ発だし今日は言うぜ死ねーみたいな、ね、脱げーとかあるある楽しみもう一回これ9月3日ねはい宜野湾ヒューマンステージで9月3日土曜日はいオープン6時スタート6時半、はい、前より1000円当日1500円、うん、スクガラスのレコ発ライブイベントです、はい、レッド&ブルー皆さんぜひチケットはどんなってチケットは、まあまあ各バンドさんでもよろしいですし、うん、私たちフェイスブックのページがあるので、はい、そこに予約をしても全然構いませんので、うん、ですよ、はい、皆さん楽しみ遊びに行こうみんなでもう今から予約すればいいのね予約してください、うん、ぜひ超早割りみたいな早割りみたいな早割り特典みたいので、ね、個人的に死ねって死ねってね、なんとかさん手挙げて死ねみたいなあれじゃもう死ねステッカー作ってあいいかもいいかもいいかもそ
して、ね、今週もライブがあって、うん、あそうなんです、ね、そうそう今週は沖縄市で、25日の土曜日に沖縄市のレミーズで、はいイベントがありまして、はい、ここで女性ボーカルのバンドさんがいっぱい集まったイベントなんですけど、思いとらすとかも出るんですか？そうそうですですです、うん、がで、出るイベントでとっても面白いイベントになってますので、うん、よかったらぜひぜひ遊びに来てください、はい、そして7月17日日曜日もヒューマンそうそう7月17日は、うん、少年レジスタンスさんの、うんうんうん10周年イベント、うん、それにめっちゃ出るよねそうそうそうもうあれはすごいフェスタイムテーブルも出てたんじゃないですかそう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 なんか外でもステージ作るとかね3ステージあって本当にすごいあうちの南も参加しますんで、ね、ですよね稲穂ライダーで稲穂グロイヤー稲穂ライダーねしかもそうだねそして、これね告知だったんですけど今日のトークテーマが、うん、好きな偉人ということで好きな偉人歴史上人物好きな偉人、うんカオリは好きな偉人いますか好きな偉人偉人って何のか分かんないんですけど、うん、チャップリンチャップリン偉人じゃないですか偉人ですかねチャップリンっぽいえなんかやっぱ激劇とかやっぱりそうそうだから笑いは必要ですよやっぱりなんかそういうエンターテイナーとしてねやっぱあれは尊敬すべき本当にかっこいいよねかっこいいなんかパケペ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 ケてかそれしか分からない映像が残ってないでしょあれ多分名前も可愛いしねあどうもこんばんはチャップリンですとか聞いたことないし絶対ねあの映像しかわからないもんね確かに確かに、うん、千田さんはお特にいやベタだけど、うん、怒りや長介とかイカリア長介とかほぼ偉人ですもんねダフンダーだよね違うな違うあのダバンババン募集みたいなあババババン募集かあ違う8時だよ全員集合だそうそうそうイカリア長介頭がパーすごいネギは勝つすごいっすねじゃんけんほいだあそっかそっか面白いイカリアイカリアの真似できるわからない俺もわからんできるえあじゃあ千田さんやっぱあれじゃないダメだこりゃじゃないあダメだこりゃでみんながずっこけるやつだそう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 あそっかそっかいや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 、ね、あちなみになんでイカリア長介なんですかやっぱまずドリフ世代うんうんうん、うん、モロドリフ世代ひょうきん族はちょっと大人になってからかな、うん、まだ中学校ぐらいだったからもう小学校の時にも見て、はい、映画始まって怖い映画だったらもう目つぶってから寝てるっていう毎週毎週だったから、うん、でベースプレイヤーでもあるし、うん、なんかちょっとバンドそっかバンドですよね、うん、ドリフさんだけどベースドラム誰なんですか？ドラム加藤茶だよね。加藤茶。高木ブーは？高木ブーはギター。ウクレレ。ギター。ボーカル。そっかそっかギターだからウクレレみたいな。でも高木ブーギターボーカルじゃん、うん、メイン。高木ブーいい声してるもん。うん、あれはあの中本浩二。中本浩二は。ボーカルじゃない。あっちはギター。あーあーギターだった。どっちかがボーカルだったと思うけど。すごい。ちょっとこれ俺なんか改めて聞きたくなるね、うん、よくね検索しようと思った志村けんもギター上手らしい荒井中ですよね最初荒井中荒井中なんかひょうきんもちゃんと楽器やってなかったんじゃなかったかなどうなったかなパーカッションなんかタンバリ持ってるとかそんなイメージだったああ打楽器系のパーカッション系の志村けんギターやつだってすごいね、やっぱ多彩だね、みんなね男の人は多彩な人が多いよな、料理も上手だしスポーツも上手だし千田さん料理できですもんね、うん、そうそう、もともとピザ屋で20年ぐらいだったへぇ、すごいこれですか、回したんですかあの、茶谷の某有名な食べ放題のピザ屋さんで、はいはいはい、俺金髪で20年やっててへぇ待って、食べ放題これあれですか、あの58号線近い方ですか。そうですね。ああ近い近い。ええー、すごい。昔知ってる人はあっちに金髪のコックいたなと思ったら全部折れたんです。あそうなんだ。20年ってすごいよ。すごい。あとであの香里から今千田さんが働いてる居酒屋も聞くんで、今度食べに行きますね。あ近いですちなみに。居酒屋はい。居酒屋は小田十次郎の。小田十次郎。いや、あの辺行こうあの辺おばあちゃん住んでるんですよ香りも小江国名古から行きます、行きます、うん、ぜひぜひいやいやいやすごいねちょっと話がね、面白くて、うん、いっぱい喋ったね
本当に改めてもう一回ね、改めて、7月1日スクガラス、はい、ファーストアルバム発売します。レッド&ブルー、そしてレコ発が9月3日土曜日ギノワンヒューマンステージで、レコ発やりますよ。そして今週6月25日土曜日沖縄市レミーズで、そして7月17日の日曜日はヒューマンステージでスクガラスライブします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 Facebook でね、スクガラス検索したら出てくると思うのでチェックして、CD も買ってください。レコ発も遊びに行ってください。はい、はい、今日はねスクガラスのお二人が遊びに来てくれましたが、最後に、はい、今聴いてるリスナーさんにそれぞれの声で一言と、その後に曲を紹介してください。はい、はい、今日本当にありがとうございました。いろんな曲が詰まっておりますので、ぜひぜひ聴いてください。はい。じゃあ、レッド&ブルーから一曲お届けします。バロメーター。はい、スクガラスのカオリーと千田さんでした。ありがとうございました。キスさんみたいな怪我するね。メールってスカさん渡しました？いつが渡した？あ、肘肩。あ、どうも。あ、それそれそれ。ラジオネーム。どうも渡した。赤で2枚あるでしょ。ちょっと怪我すると思うよ。あ、こっちでさんのギターだ。あれ、ヨナミでビーではないんだよな。何？ツイッターに、ツイキャスに機材はヨナミでビーだなって言ってたんで。ヨナミでリーダービーだなって言ってたんですけど、ツイキャスに。あ、キスさんのこと。じゃあなんで、私は草薙なんで、夜波では今入ってきたい。ああ、そういうことね。はい。もうずっと、あっちキッサ、キッサ言ってるから、うん、キッサで言うね。あと40秒ほどで曲が終わります。はい。37分。結構時間経つの早いね。うん。これが20秒です。うん。はい。20分ぐらい。すごいな。19、18、17、
6、5、4、3、2、1、ポートリバーズの人生はポリバーズ。はい、トークテーマ好きな偉人ということでメッセージ来てます。ありがとうございます。ポリコネームタエコッピー、ありがとうございます。こんばんは。名古屋梅雨入りしてムシムシしてて暑いよ。今週のテーマは好きな偉人。はい、そっか、沖縄以外は全国梅雨入りしてるってことか。まだ北の方まだ違う。まだか、北の方まださ、あの最低気温がさ10度切ったりするよ。あ、そうなの。お、冬やんと思って。同じ日本とは思えないな。こっちはもう33度、なんか洋服着てるのか裸なのかもわからないぐらい暑いけどな沖縄は。どういうことかな。どっちでも暑い。じゃあ、でも昨日今からはい、今週のテーマ、はい、好きな偉人。私、はい、歴史に疎くて好きな偉人がいないんです。あらま。なので強いて言うならの人、うん、それは福沢諭吉さんですね。お金は生きていく上で必要不可欠です。愛があればお金なくてもなんていうのはないです。ご飯食べるのもお金いるし、遊ぶにもお金はいるし、だから私は福沢さんが好きです。福沢さんに会えるように頑張って働こうって。ああ、福沢、あ、そっか、そういうことか。福沢諭吉って1万円作った人なの。違う違うよね。1万円に移ってるから好きってことか。どっかの大学の教授みたいな感じじゃなかった。ね、わかる。なんだっけ、慶応とか早稲田とか。福沢諭吉違うか、慶応大学じゃなかった。慶応だったかな。早稲田は誰か、あのメガネの人だよ。あ、メガネのね、メガネの滝蓮太郎。違うし、滝蓮さんは滝蓮さんは違うでしょ。あ、福沢諭吉ね。福沢諭吉 お財布にいっぱいいる人は羨ましいよね。だからよ、最近福沢諭吉お財布に入ってないみたいだけどな。二福ぐらいは痛いな。二福沢ってこと。なんか変な虫が飛んでる、縦に飛んでる、縦に。いいし、あれ普通横に飛ぶさ虫、縦に飛んでたよ。どういうこと。こうやってパタパタやって、ビビビビビビ、うん、手を頭の上に万歳してた。そう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 。本当だから、普通こんなに叫ばんさ。お、慶応義塾の創設者。ああ、フックね。フック、ザオはユッキッチ。フックって慶応の創設者。すごいな。もう一回言って、もう一回言ってこない。慶応大学の創設者。慶応義塾、グループ。慶応義塾。言えてんし。そうね。すごい人だ。頭がいいっていうことね。頭がいい人、はい、次行きまーす。ポリコネーム、はい、ゆいか、ありがとうございます。こんばんは。今日のトークテーマ、歴史、いいですね。今とは全く違う暮らしの中で、歴史上の人たちが何を思い、どういうふうに生きていたのかと思いを馳せることが大好きです、うん、そんな私は今は鬼の副長、土方なんだっけこれ、土方歳三さんが好き。お、呼べない。土方歳三さんが好き。幕末新選組って感じですね。カンって感じですね。カンってどういうことだろう。漢字ってこと。いや違う、なんかあれだよね、中国みたいな。中国ってかもう男ってことでしょ。漢字のカンってなんだっけ。カンって感じですねって。は、ね、そうだよね、男。そう、なんで、なんで、そうそうそう、なんでわかるの。いや、なんかなんとなくわかる。どういうこと。昔の方々が作り上げてきた現代で、平和に楽しく精一杯生きていかないといけないなとメール書きながらしみじみ、うん、明日は慰霊日なのでうとうとしましょうね。ではでは、冷やしそうめんの出番が増えてきて夏を感じるとともに、うん、そうめんの消化が早すぎてたまに、あ、そうめんの消化が早すぎてまたご飯を作らなきゃいけない夏休みが怖いゆいかままでした。ちなみにアーチーと辰野さんは夏休みのお昼は何が食べたかったですか。だってな、ってかさ、これさ、うん、土か、あ、なんだ、土方さん、土方さん、ね、これ土方さんさ、俺ちょ読むと新選組土方蔡三さんみたいな感じさ。土に、あの方角の方に何歳の際に3だからね。土方とは読まないよね。土方三歳さん。新選組。ああ、新選組。これさ、ゆいかさんさ、あのビールのイメージしかなかったさ今まで、はい、とりあえず
一日がふーってなるときはルーティーンのときもビールだったし、ビールのおつまみの話でも盛り上がってたし、なんかとりあえず飲むみたいなイメージだったんだけど、今日のこのメッセージですごいなんか歴史が好きっていうのも分かったし、頭いい、言ってることも、思いを馳せることが好きです、歌詞みたいなこと言ってるよ思いを馳せるって普通言わないさ。あちゃ思いを馳せるって言うでしょ。あ、今日も思いは、なんとかに思いを馳せるって普通はね、普通の頭いいんだなと思う、うん、明日は慰霊の日なのでうとうともしましょうねって、精一杯生きていかない。じゃあだってさ、昔の方々が作り上げてきた現代で、はい、だから平和に楽しく精一杯生きていかないなといけないと思いながらメール書きましたって。なんか先生とかじゃん、いうかまあまあだよ。あ、すごい。そして辰野さん、夏休みのお昼何が食べたかったですかって、アーチと夏休み食べたかったってことは今じゃなくて昔ってこと。昔あっちでも冷やしそうめんかも、本当にゆいかママも言ってるけど、あ、俺さ、うん、昔あれが超好きやった、ザルそば。ザルそば、今はザルそばってコンビニとかでも売ってるさ、うんうんうん、あの自分なんか小学校時代ってザルそばまずコンビニないし、ザルそばって食べる機会なくなかった。待って、小学校の時コンビニってなかった、沖縄ない、ファミリーマートもなかった。なかった。じゃあローソンは高校の時にできたさ。うん、あのホットスパーが最初にできた、だから小学校の時なかったっけ。なかった。まだプリマート世代だ。前島スーパーです。あー、ジップリマート行ってた。前島スーパー。コンビニない世代だ。ない。小学校の時。いや、ない世代だって、お前もな。とことのように言うけど、お前もな。一緒し。いつからできたんだろうって。まあ、待って、話が脱線してしまう。夏休み、ザルそばね。ザルそば。なんで、お母さんが作るザルそばが美味しかった。いや、そば屋さんにザルそばがあったわけ。うん、家の近くのそば屋さんに、うん。そこでしかザルそばって食べれなかった。うちのお母さん、ザルそばとか作れないし。うんうんうん。ヘチマチャンプルとかしか作れないし。あ、いいさ、鍋らね、はい、自分はそうめんかな、冷やしそうめん、冷やし中華。やっぱり暑いから、うん、あの冷たいのが食べたいスイカとかさ。あ、でもカレーも食べたくなったりしてた、うん、お母さんが作るカレーめっちゃ美味しいわけ、ね、うちのお母さんのカレー、うん、あー食べたい、めっちゃ美味しいわけよカレー食べたくなってきた。カレーもだし、でも冷やしそうめんもやっぱ具材何入れなくても、うん、もうあのカランカランっていう音と、あのあれが、うん、あの絡む感じがもういつも思いを馳せながら食べていた。あ、使ってる思いを馳せてる、全然使い方間違ってるけどな。はい、はい、じゃあ行きますよ。ラジオネームミールさん、はい、ありがとうございます。好きな偉人、好きな偉人は二宮尊徳です。おすごい、ひらがなも打ち込んでくれてる。読み仮名ね。あ、読み小卒バカですか、あなたは。小卒二宮尊徳です、はい、尊徳の言葉で、うん、風呂のお湯を手で自分の方にかき寄せれば向こうの方へ流れていく、うん、逆の向こうの方へ押してみるとこっちに流れてくる、うん、この世の道理である、はい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 、っていう言葉があります、うん、自分のことだけを考えて幸せを手に入れようとしても自分のところからは逃げていく、うん、逆に他の人のことを考えて行動すると結果的に自分も幸せになることができる、うん、と本で読んだことがあります。へ、私の父の名前は偉人の名前と同じです。尊徳さん、おい、よくはよく訓読みされて沖縄風になりますがって、尊徳を沖縄読みするとわからないな、なんとか、なんとかのり、のりとか言われるんだろうな。ああ、あ、でもこれいい言葉、これ神様だ。風呂のお湯を手で自分の方にかき寄せれば向こうの方へ流れていくし、逆に向こうの方へ押し寄せるとこっちに流れてくる、このこれが世の通りであるって、めっちゃすごい、なんか歌詞にできそうな、この人あれね、神様だ、すごい。しかもそういう本を読んでる。この人二宮金次郎って、あ、通称二宮金次郎ね。はぁ、聞いたことあるよ。なんでこれさ、本名が尊徳ってこと、金次郎って言われてたんだね、うん、あるでしょ、二宮金次郎ってこうやって歩いてる人でしょ、なんか肩になんか背負って。あ、そうなの、あれ二宮金次郎だよね。金太郎でしょそれ。金太郎は金って書いてるでしょ、こっちきびだんご背負ってる人じゃないの。こっちに金って書いてる、違う
こんなってずっとこんなって持ってる人でしょ。お菓子につけたきびだんごはい次行きます。ポリコネームミッツさんありがとうございます。ありがとうございます。かわいいピアスが似合ってるアーチ、ゴールドのシューズがかっこいいタッツ、こんばんはミッツです。なんでわかるの。どこらよ。どっから見てるの。どっかから見てるの。怖い。いるん違う。は違う。だってさスタジオ、ま、これピアス見えるわけもないし靴履いてないし。はい。みなみちゃんがかわいいと言ってたスクガラスの歌のお姉さん香里さん、バードランドではもう入れますよと教えてくれてありがとうございました。またよろしくお願いしますということです。今日のテーマ好きな偉人。好きな偉人はニコラ・テスラ、ね、テスラ知ってる。聞いたことない人も多いかもしれないけど、エジソンと同世代の発明家です。エジソンの方がアピール上手なのでテスラの知名度はいまいち。でもテスラの方がすごい発明家と思っているよ。電気の交流やラジオの元となる無線通信など今の生活に欠かせないものを数多く発明しております。このポリラジが放送できるのもテスラのおかげかも。 PS この間のストロベリームーン見た。自分は帰りが遅かったので普通の月にしか見えなかったよ。見たら幸せになったり好きな人と永遠に結ばれるってよ。ロマンティック。いつも読みにくくてごめんね。ではではということです。ありがとうございます。ニコラステラなんかテスラステラじゃないテスラニコラテスラってさもうなんか俺ティラミスにしか見えんさっからニコのティラミス。おなんかティラミス、ティラミスさんすごい名前だね。全然知らない。キスは知ってる。ラジオや蛍光灯などを発明した人。おすごい人だ。へー、はい、まあ光系なんだ。はい、じゃあちょっと時間ないのでちょっとどんどん行きたいと思います。どっちだ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 。こっちかこっちかこっちか。はいどうぞ。これうんこれ当たってる。当たってます。はい、よぎしこジャパンさんですね。はい、ありがとうございます。ひろき、まき、きたなか、きたなかぐすくからこんばんはって。こんばんは。違う名前だからちょっと戸惑うんだよな。ちょっと聞いてよ。歯医者で銀歯入れるときってはめたりはめられたり出したり入れたりするとするさね。まだそこはわかる、うん、たまにのどちんこに銀歯落とすわけよ。わかる。あち昨日まさにそうだった。あとは神経の治療も恐ろしくて怖いわ。あれって何を入れたり出したりしてるのかな。怖くて見れないけど爆笑。ひろき、まき、よぎしこジャパンは歯を80歳まで20本残すを織姫と彦星にお願いするよ ね。 おいいね。枕元にでかく赤い靴下にお願い事を。これ絶対あれだ。某歯医者の CM のやつだ。あそうなの。う織彦に彦星。よぎしこジャパンの家には煙突がないけど来れますかね。よぎしこジャパンの家はセキュリティ厳しいからね。セクムの人に捕まらないかな。特製特番番組特製。いつも言えないなこれ。携帯電話プレゼント希望。あポケベルが鳴ってるからもう行くね。米4米4していこうね。よぎしこジャパンでした。ウケる。わかる。もう銀歯ね、もう歯医者はね、うん、やばいね。そう。あでも昨日喉奥に入っていきなり歯医者さんがピッて首向けおったからね。あっちの首ガフって。はい、もうまだたくさんメッセージあるんですけど、もう CM 行かないといけないんじゃない。時間がないので一旦ちょっと CM 行かせていただきます。電圧線を電熱線電熱を使ってコンペを焼き殺しています。あこれいいね。こんなしてカンペ出すの。そうなんだ。おうんうんうん。お友達のジャズピャピャピャってちょこれ読もうかな。これ名前は どうするの。残り、まああこれかこれだ。ちょっとこれ、うん、残り20秒でしまいます。ここよろしくね。分かってるから、うん、何分から言えばいいの。うん、いやもう俺が終わったらすぐ。はい、9 8 7 6 5秒前4 3 2 1。ポートリバーズの人生はポーリバーケツ。はい、行きましょう。もう時間ないんでちょっと行きます。ポリバーネーム木曜の人気者さん、はい、ありがとうございま す, います。こんばんは。好きな偉人 は, んんはが偉人です。
友達のジャスティスは夏になるとセミばっかり捕まえてました。お二人は捕まえた大量のセミを授業中に教室で話したことはありますか？ないよないよ。これ分かる。あのないよ。この木曜日の人気者さん多分俺知ってる。あちも友達かも。知ってる人やば。大量にセミ話したらしっこ大変じゃない。しかもジャスティスさんがね。ジャスティスさんがセミバカトさんが好きな偉人が偉人ね。さすがだな木曜日の人気者は。いうことだ。あとちょっといあ中間幸子さんからも来てるんですけど、ちょっと今日読めないんでまた来週ちょっと読みたいなと思って。本当、はい、そんなにダメなの、うん、あとそんなにダメ、あと2分、うん、早口でもダメ。ダメダメか、ね、来週に回す。これ来週読みましょうね。キッサーこれあのプリントアウトして来週も読みましょう。はい、中間幸子さん来週読みますね。はいはい。じゃあもうエンディングなんですが、あっという間に、うん、スクガラスでだいぶ盛り上がったね。だからよスクガラスで時間使いすぎたやつさ。いいさいいさはい、じゃあね私たちの告知もしますよ。7月18日、はい、月曜日、はい、祝日です、うん、恋のから騒ぎということで、ギノワンヒューマンステージで、恋の夏騒ぎね、あ恋の夏騒ぎギノワンヒューマンステージでライブします。いスペシャルゲストとロコビッチと私たちポートリバーズでスリーマンです、うん、ぜひ遊びに来てくださ い, はい。そして7月24日、うん、日曜日ですは、手だこ祭り最終日ですね。手だこ祭り最終日に夜7時10分頃から出演しますので、ぜひぜひ皆さんこぞって遊びに来てください。こぞって手だこ祭り、手だこ祭り楽しみだな。祭り、ね、全部楽しみなんだけどさ、楽しみね。早くライブしたいな。そうね、うん、そして来週のトークテーマ、はい、6月29日ということで、6月最後の、放送になるんですけどね、うん、29日ということは肉の日。肉の日だからちょっと肉にまつわるあのテーマにしたいなと思って、まんまね、あなたは、うん、にあのステーキ派焼肉派あっていう、うん、あなたはステーキ派ですか焼肉派ですか。そう、あいいね、焼肉がいいかステーキがいいか。あ肉食いたくなってきたね。そういうあのメッセージします、うん、ね。ということでね、今週もあっという間に1時間過ぎちゃいましたが、なんかさ、うん、2人で2週やったさ、うん、ゲスト来るとすぐ終わるね。そうゲスト来てくれて嬉しいけど足りないぐらいだね、うん、喫茶、はい、2時間番組にしたいね。スポンサーしたいな、ね、スポンサーしたいね。スポンサーいないかなということでね、今週もありがとうございました。来週はもう冒頭から幸子さんのメッセージ読もう。今日来てた幸子さんのメッセージ ね、 そうだね。幸子を貧するからよ、読まないとさ、はい、もう、はい、5秒4、3まったね、来週バイバーイお前さ